はい、次はですね、M100 のフィルター紹介してまいりましたけども、実は M100 のフィルターシリーズ重ねることによってですね、楽しさ、それから得られる映像ですね、格段に広がります。これをフィルターワークと呼びます。このフィルターワークの一例について今日ご紹介したいと思います。まず PL フィルター使ってみましょう。このようにですね、PL フィルターをまずはめます。PL フィルターは何ができるかっていうと、例えば青空をより青くしたり、雲をより白くしたりできますよね。で、PL フィルターと今回はこのグラデーション ND フィルター、それから 100×100、10センチ ×10 センチのこの ND フィルターの使い方を実践していきたいと思います。まず PL フィルターを使った雲と空ですね。コントラストを上げた写真を撮っていきましょう。はい、撮れましたね。で、空に露出引っ張られているのでね、下半分が、露出アンダーになっています。ですから、空に露出を合わせてアンダーになっている部分を、グラデーション ND フィルターを使って、露出差を抜き上げましょう。そこで使うのが、今回は、ハードグラデーション ND8 です。これを使います。を使うときにですね、ちょうどこの被写体ですと、稜線が割となだらかに直線的になっていますよね。ですから、その稜線と空の分かれ目に、このフィルターのグラデーションの分かれ目が来るように、このように調整してください。で、調整したらこのモードでフィルターを固定しましょう。はい、これで撮ります。これで空と地面の明暗差がだいぶ埋まったと思います。これはこれで面白い写真なんですが、普通の写真じゃ面白くありませんよね。そこでフィルターワークの出番なんですが、そこに ND4000 というフィルターをですね、かけてみたいと思います。このようにですね、ND4000 をかけますと、光の量が4000分の1になるんですね。ですから、昼間であるにもかかわらず、1分、2分という単位でですね、スローシャッターが消えるんです。では、切ってみましょう。はい、今シャッターが切れました。スローシャッター、今切りました。この間に何が起きたかというと、写真を見ていただくとお分かりになるかと思いますが、雲が流れていく。このシーンが昼間でも撮れるんですね。ですから、高濃度 ND、それからグラデーション ND、PL フィルターを使うことによって、風景写真の幅が格段に広がる。そういう楽しみが、この M100 システムにはあるということをご説明いたしました。夜景と天の川を同時に映すというフィルターワークを、ご覧に入れたいと思います。まず、夜景、それから星空に使う最適なフィルターとして光害カットフィルター、スタースケープ4 M100、これを使います。これを使うことによって、街中の光害ですね、ナトリウムランプとか水銀灯といった街中の光、これが空に拡散しているのを綺麗にこのフィルターがこし取ってくれます。ですので、クリアな青い空がこのフィルターで撮れるようになります。ですが、今回の目的は天の川とですね、それから夜景を一緒に撮るというフィルターワークをご紹介したいので、ここで M100 のホルダーをつけます。一回ホルダーをつけましたが、ここでグラデーション ND なしでスタースケープだけで撮った写真をまずはお見せしましょう。はい。次にですね、明るい、地面の夜景の部分ですね。そこの明るさを抑えるために、このセンター GND を使います。センター GND をこのように入れていきながら、一番明るい部分ですね。一番明るい部分のところに
夜景が降るようにします。そして同じ、露出で写真を撮ります。はい、撮った絵がこれです。どうですか？グラデーション ND を使ったことによって街の明かりだけが、見事にトーンダウンされましたね。天の川と街の明かりがちょうど良い明るさになって、1枚に写すことができました。はい、それでは、フィルターワークのご紹介最後になります。今回のフィルターワークはですね、グラデーション ND を3枚使って撮るというフィルターワークです。まず作例を見ていただきましょう。桜の作例です。桜、逆光の桜ですね。太陽が、今沈まんとしています。普通に撮ると太陽に引っ張られて桜真っ黒になってしまうシチュエーションなんですが、グラデーション ND を組み合わせることによってこの写真が撮れた。まず、空の明度を落としたかったので、私が最初に使ったのがリバースグラデーション ND の16を使いました。これで一定程度空の明度が落ちました。そして水面の明度を落としたかったのでハードの16を重ねました。上下逆さまにして重ねたんですね。水面の明度を落としたいので上下逆さまにしたんです。でまだ実は明度が、空の明度が明るすぎたので、さらにリバースの16をこの上からこのようにかけました。さあ皆さん見てください。ここにグラデーションの隙間、スリットが見えることがお分かりいただけるでしょうか。つまりこのスリットの間に桜を置くことによって空の明度をこの部分で落とし、水面の明度をこの部分に落とすというこのフィルター3枚のワークでこの写真が撮れました。はい、おすすめ商品、それからフィルターの使い方ですね。フィルターワークいろいろ見ていただきましたが、丸みのフィルター M100 ですね、いろんな種類があります。いろんな組み合わせ方でですね、いろんな撮影できるシチュエーションがブーンと広がります。夜、それから昼、朝、夕方、いろんなシチュエーションで様々な使い方ができます。ぜひご自身でいろいろお使いになって試していただいてですね、ご自分なりの使い方をぜひ探してみてください。本日はご視聴ありがとうございました。